か明るいの。今日は金曜日ですね。ちょっと一日変更ということで。はい、すいません。金曜日になりました。はい。先週、今週ですね、ライブやったのが。いつでしたっけ、はい。今週の日曜日ですよ。今週日曜日でしたっけ？ 10 日、10日ですよね。ああ、そっか、まだ1週間経ってないんですね。あの動画そろそろ多分出そうと思いますけどね。そうですね、お願いします。もしだからこっちの方の話でニュース性のあるやつがあればちょっと順番は考えますけども、あれまあ急にもう寒くなって年末という感じに徐々になってきてるというのが恐ろしいもんで、ね、年末ですよね今もう忘年会の日程調整とかむっちゃ入ってませんか今。いやまだ入ってないですけど。なんかそればっかりですわ今。全くないですね。リア充の人とね。リア充のかどうかの違いでしょうかね。うん、そうでしょう。はい。さあ松田先生この1週間どんな感じですか。うん。僕はまたあれに凝ってんのよ。片足立ちに。ああはいはい。ほんでねついに最高記録ね16分を。すごいですね、もう。その前はね、左右10分ずつやって20分やったんやけど、次は片足だけで16分やったんや。で、そうなってくるとね、いくらでも立てるんだけど、筋肉がくたびれてきて、足がね、突っ張ってきてね、だからバランスの問題よりも筋肉の問題でギブアップするんですよ。で結構疲れてね、そこまで疲れるとね、山登ったりするのが なかなか大変になってくるわけ。ああ、それで十分運動になるってことですかね。なりますね。それはそれでいいかもしれないですね。でそれからね、あれを買ったんや、握力増強器。ああ、はいはいはい。ハンドグリッパーです、ね。普通のなんかバネのやつですか、こんなんやね。なんかちょっとかっこいいですね。いやこれはね、H 法の Y さんがさ、勧めて、で、アマゾンで見たら、今、1110円であるとか言うんやけど、それはね、これ今ね、これ最高50キロなんや。それがね、100キロのがね、1100なんぼやってて、100キロって、そんなんね、握られへんし、でこれ一応ね、ここから5から、まあ、60キログラムまであるんですよ。で普通どのぐらいかというとね、大人の、まあ、若い人でね、40とかなんとかなんで、そんな記憶がありますね、若い頃、で年齢が下がって、年を取ると、それが40が30、20になったりするわけよ。で、これは5からやから、まあね、5でこうね、やっとれば、で何回もやればいいんじゃないかと思うわけよ。で、やってみて分かるけど、やっぱり左手はね、なかなか大変ですね。で右の方が簡単に。でうちの奥さんにやらせたら全然できないね、この5キロでもね。それ調節できるんですね。最近というかそんなのがあるんですね。でここにネジがあって、これをやるとそこでこれがね動くんですよ。で、まあ、最高これは60までいくんやけど、それがね、これがまあ1000円以下ない。で、ところが、これが 100キロまで行くやつは1100なんぼなんですわ。いや、別に。で、そこまで行かなくてもいいじゃないの。いいですね。はい。うん。でもちょっと私も買おうかな、それ。うん。で、それに関するね、論文もだいぶ調べたわけよ。だから、ハンドグリップと、認知機能が関係あるかって、やっぱり関係あるんですよね。その話は今日はあるんですか？いや、この前したじゃないですか、ハンドグリップ。しました、しました。いや、リンクの情報はあるんですか？いや、ちゃんとペーパー読んで、いや、また報告しますわ。はいはい。で、今週の内容はどんなのですか？今日はね、いっぱい用意したんですわ。いっぱい。順番に言うとね、フロンティアマスというベンチマークができたと。これはね、ものすごい難しい数学のベンチマーク。それから、アルゴリズムなしの算術って、これは LLM がね、計算とかなんとかするときにね、どんなやり方でやってるのかということを研究したペーパー。それからね、次はね、これは
構重要なんだけど、あの先のフロンティアマスも極めて重要ですよ。なんでって、うん、あのこれはね、専門の数学者が作った問題なんよ。でむちゃくちゃ難しいね。で次はね、人工知能科学的発見および、製品イノベーションという、これはね、はい、マテリアル、物を、物質をあの、まあ、新たに開発するという研究に AI を実際使ってどのぐらいどうなるかというあの、うん、これ何年にもわたる研究で、これはだから AI の影響がね、どんなものなのかというのを実証的に調べた。でこれはなかなかすごい、はいはいはい、重要な研究、うん。それからね、次はね、あの安田さんがあのご愛顧なね、パプレキシティに対抗するグーバーというのが出てきたんや。グーバー。グーバー。はあ、で、そしてね、で、今日使ってみたんですよ。うん。それから最後にね、これは前に一回紹介したんやけど、というのは、あれ、ある先生の講演の中で話、その先生が言われて、つまり子供が目と耳、言語を獲得する過程中を研究したサイエンスのペーパーがあって、まあ、それをね、もうちょっと詳しく話しようかなと。ああ、この前の、はいはい、あれに関連するやつですね。はい、うんうんうん。まあまあ、そんだけですが。なかなか面白そうです。はい、まあ、たくさんあるんだったら、ちょっとテンポよくやっていかないと、時間がかかりますね。いやもう今回はね、僕、もう夕食食べたからいいんですが、いいか。ああ、そうですか。僕、帰らないといけない。私もまた次、あとの予定があった。はいはい。はいはい、安田さん。あ、そうですね。まあ、この1週間、そうそう、これを手に入れたんですよね、これ。じゃじゃん。何それ。お、これ、あれ、はい、わかります？あ、あれですね。ウルトラですね。あ、よ、さすが、さすが塚本先生ですね。そうそう、X リアルの Air 2 ウルトラですかね。それと、ビームプロというやつ。あはは、いいですね。はい、このセット。まあ、これちょっとビームプロ意外とね、3万ぐらいですよね。そうそうそう。安くてなんかいろいろ遊べそうでいいなと。良さそうですね。専用だから。で、これ、まあ、一応仕事なんですけど、まあ、前に、これの前のやつでね、N リアルと呼ばれた時の、はい、ライトってやつでアプリを作ってたんですけど、はいはい。まあ、今度これにちょっと移植しようかと。ということで、やろうとして、はいはい、もうすぐできるかなと思ったら、結構ハマりまして、あなんかね、このビームプロってやつが新しい SDK でないとダメみたいなんですね。あ新しく出たやつ。で、それに変えたら、なんだかんだと動かなくて、いろんなものが。今もう2日、丸2日やってますけど、まだ今日時点できてないっていう、ちょっともう死にそうな感じ。エアーツウルトラの方がまたあれじゃないですか、うん。カメラ周りがだいぶ違うんじゃないですか。カメラないですよね、これ。普通のカメラ。まあ、環境センサーと言ってるやつですね。うん、まあ、カメラ、実質カメラだと思うんですけども、うんうん、SDK でカメラとして扱えなくて、うん環境センサーのメッシュとかが多分使えるんですよね。環境センサーで検出した。だから、なんか、プライバシー配慮だと思うんですけども、なんか使いにくい感じに。カメラがね、カメラがない、そう、カメラがないのはちょっと困ってるんですけどね。まあまあ、それよりも、もうちょっと前のところで動いてないんで、まずそこまで行きたいなと思ってますね。いや、それで本当疲れましたね、今週は。まあまあ、だけどそんな、あれじゃないですか、2日ぐらいで。いや、丸々2日やったらね、しんどいですよ、やっぱり。プログラムしんどいと思いますよ。ずっと画面に向かって。開発ってなかなかね、うまくいかんときはもう全然ニッチもサッチもいかないですからね。いや、なんかね、新しいことやってるときはね、まだいいんですけどね。ここから進む。今までやったことが、また逆戻りするっていうのはすごいこう、精神的に参りますね。機種を変えただけで、前よりも悪くなってしまったという意味がないじゃないですか。いやいや。まあ、互換性ないのが最大の問題ですけどね。問題ですね。はい。まあ、そういうことですね。まあ、ということで、そのおかげであんまりこう、いろんな AI のニュースは見れなかったんですけど、
まあ、今日お話しするのはですね、したいのは、まあ、LLM で、まあ、翻訳って割とこう、ベースの仕事としてあるじゃないですか、いろんな。で最近 LLM で翻訳するっていうのもいいなと思って、いろいろと試してみたんで、それを、はい、ちょっと皆さんとシェアして、皆さんの意見も欲しいなと思うんで、ちょっとシェアしたいなと思います。はい。そんな話ですね。結構たくさん、うん、なりましたね。はい、で、塚本先生はどうですか？私はまあ、基本的な生活はずっと一緒なんですけども、まあ、授業の用意して、雑用がいっぱいあってっていうんですけども、今週はね、特に、あれですよ、ジョギングね。あ。最近歩くのは歩いてたんですよ、毎日1万歩とか。うん、だけど、ジョギングは夏で暑くて、なかなかできなかったんで、そろそろ再開しようかなと思って走り出したんですよ。そうするとね、気持ちよくってね、7キロぐらいかな、そんなにゆっくりめのスピードで、7キロ走ると気持ちよくて、で、ついついですね、4日連続で走ったんですかね、7キロ。そうすると、翌日、腰が痛くなって、ほら、筋肉痛の腰痛とは違うんですよ、なんか、たまにピリッとくるような痛いやつで、なんかやばいかなという感じのやつで。ああ、ちょっとずれた感じの痛いかもしれない。そうな、なんかあんまり良くない感じのやつで、で、それでちょっとやめてしまいました、ここ2、3日。しばらく走れないかなという感じになって。やっぱりね、発信のは やばいですね。やばい。これ前言ったと思うけど、私の知り合いで、ね、ジョギング愛好家が、ね、2人とも、1人は脊柱をやられて、で、結構手術して、で、手術は成功したと医者は言うんだけど、もうほとんど動けないとか。で、はいはい、でもう一人は膝がいかれてと、だからね、ジョギングっていうのは体力的にエネルギー的にはいいんだけど、そういう故障を起こす可能性があるわけね。そうだからね、走ってなかったんですけども、で走るとね気持ちいいっていうのもね、ちょっとなかなかあれですよね、問題ですよね。つい走っちゃうと。ジョギングハイというやつね。だから、ジョギング愛好家がね、あれやるのはそれがあるからでしょ。一方ね、HO の Y さんが、ぼやいてんやけど、冷水シャワーはね、そういうハイがない。辛いだけでね。いや、後ではあるんやけど、その最中にはないからね。ね、走るのも、あれですよ。場所によって全然違いますよ。なんかね、アップダウンが激しかったり、歩道が狭かったりとかね。狭い歩道ってこう傾きが結構あるじゃないですか。こう、車道に向けて傾いてる場所とかが。すごい走りにくいんです。凸凹が多くてね、しかも。そういうとこはちょっと走ってても気持ちよくならないんですけども、割と広めのこうジョギングコースみたいなのがあって、そこでこう、まあ平らでね、いやだったらなんか結構気持ちよく走れるんですね。しんどかったり、なんかこう、嫌な気分にならずに走れるから、それがポイントな感じがしましたけどね。でやっぱ、まあ、続けてなんかずっとやりすぎるのは良くないという感じしますね。で、基本、運動、効果はね、運動量は、歩くよりかはるかにありそうなんで、いいはいいんだけども、そのダメージがね、軟骨系のがすり減るというダメージが、それはね、一番心配。やばいですね。うん、戻んないのよ、今後どうしようかというところですね。あのね、年取った人で結構ね、脊椎の、狭窄とかさ、います。あるいは、あれ何ずれるとか、結構多いのね。そうか、ちょっとまた考えないと。だけど運動量が少なくてね、お腹がぽっこり最近出てきてたんで、4日連続で走ってなんかちょっとへこみましたよ、お腹が。
走れるっていうのはいいですね。僕も走れないですからね。走りたくても。あ、そうですか。はい、どういう意味、どういう意味？いやいや、もうそういうあの体力がない、ないですね。はい。だから、まあ、まずは握力からちょっとやろうかなと。うん、僕ね、今ね、しょっちゅうこれやっている。ああ、それいいですね。さっきちょっと今、アマゾンで見てたらありましたね。うん、そういう変な変わった形のがね、今、流行ってるみたいですよね。うん、いや、結局、あれですやん。握力は変えられるっていうことや。強さを。うん、そうですね。今までの伝統的なやつって、こんな角のものがあったじゃないですか。ね、あれは変えられないんじゃないかな。うん、そうですね、こうなってるやつですね。あの、うん、何種類も買わないと。こうやってこがぐるぐるぐるんとなってるやつね。うん、はい、あ。私の方からはね、あれですよ、ニュース最近の、声優の声の無断利用やめてほしいと、うんうん、いうニュースがありました。業界団体が声明を発表って。それの話しようかなとか思ってたんですけども。まあちょっともし、大して深みのある話ではないような気もするんで、やめちゃうかもしれません。それからもう一つね、CS2025 っていうのがあって、年明けにね、うん、毎年ある家電の展示会ですよ。うんうん、相当大規模な。それの、うん、来年のイノベーションアワードっていうのが、つい今日かな、うん、発表されたんで、その内容をちょっと紹介しようかなという気もしたんですけども、まあ、まだあんまり見れてないんで、うん、今日はやめとくかもしれません。もう一つの方のチャンネルで、ウェアラブルチャンネルの方で多分やりますんで、うんうん、そっちの方を見ていただけたらと思います。まあ、そんなとこですかね。はい。食べ物の話でね、キャベツがむちゃくちゃ高いんですよ、今。うん、キャベツ、普通の1個って200円ぐらいですよね、普段。うん、なんか今600円ぐらいしてて、キャベツが半年ぐらい前多分すごい高い時期あったんですけどね、うん、まだ高くなって、季節の問題ってことはないんですか？いや、あるかもしれません。あるか、だけどもうそんな高くないですよね。高くな、ちょっとね、異様な感じしますけどね。うーん、何なんですかね。白菜も高いよ。あ、そうなんですか。白菜シーズン、うん、なのにね、これからは、ね、白菜そろそろ、ね、うん、鍋の時期ですから、うん、いやー、これね、店によってもね、値段全然違う。同じね、業務スーパーでもね、違う業務スーパーだと値段ちゃうんよ。あへえ、いやー、高くなりましたね、何でもね、そうなんや、うん、で、その梅田でいつもってことないですけど、よく行ってるお好み焼き屋さんがなくなって、ほうほう、元気っていうグランフロント大阪の横にあるやつが、うん、で、なんか無性にお好み焼きが食べたくなって、いや、だからだけどキャベツが高いからダメだっていうんでネットで調べたら、うん、もやしの、お好み焼きっていうのが出てたんでもやし安いよ。ねほぼ同じくらいですね。安い時のキャベツと、お好み焼きに使う量として見たとき。だいたい、もやし一袋って、まあ、パンと入ってて30円ぐらいですよね。うん、キャベツ、ボンと1個200円やとしたら、うん、まあ、6分の1ぐらいにしたら、30円ぐらいですよね。あれ、うん、うん。いや、同じくらいかなとか思ってたんですけど、今高いから。もやしオンリーの。もやしのお好み焼き。もやしでお好み焼きできるの？ええ、ネットに載ってたんですよ。で、作って食べたら、まあまあ別に大丈夫でしたよ。お好み焼きっぽく。まあ、ナスビの壁焼きもあるから、それよりマシやな。そう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 。もうみんなこうフェイク食品ばっかりになってましたね。まあもちろんね、これ中身もやしだと分かりますけども、味は別に普通にお好み焼きの味って、あれですよ、小麦粉のもちもち感と、うん、ソースの味ですから、うん、メインが。なんかそんなに支障なく美味しく食べることができた、うん、ちょっとなんか前置き長くなりましたね。なんかしかよくわからない。ちょっと収録いっぱいありそうだから、はい、収録やりましょう。入りましょうか。はい。はい